入った。入った？うん。ああ、遅いから眠かったよ。うん。おー、来たね。今日はもう一人ね、ゲストがいるから。あ、そうなの？そう。通話にはいないけど、うん。もう一人います。知らん人と戦うのね。知らん人、知らん人と戦う。まあ、そうなりますね。はいはい。今日は秋元くんには知らない人と戦ってもらいます。はい、ここ拍手。はい、はい、はいはい。はいはいはい。なるほどね。わかりました。はい。今、もう一人待ってるから。はい、来ました、来ました。入った。来たよ。レベル7。そう。ランク7。つまり？サバカ？サバカじゃない、初心者だよ。今日はランク7の初心者と秋元戦ってもらうから。はい、ガチだからね。ちゃんと俺がね、インスタグラムで、じゃあメールしてって言って、初心者の子がメールしてって言って来た子だから、本当に。もうガチだから、これ。まあ、どっちでもいいっすよ。どっちでもじゃ、ガチで初心者なの。わかった？はいはい。お前今日は対マンするんや、初心者と。はい。俺には勝てなかったけど、初心者にはもしかしたら勝てんじゃないかっていう。秋元のための企画よ。前回と今の俺はちょっと環境が違うからね。何が？言うても。何環境って？いや、ジョイコン新しくしたから。あー、プロコンを新規で買ったのか。ジョイコンね。プロコンは買ってない。新しいやつ。そうそう。おー。はい、じゃあ秋元対初心者。頑張れ、初心者！頑張れ！秋元に負けるな！俺は初心者チームもちろん応援するから。ごめん。何？武器、なんか、普通になるのなんだけど。うわ！ズルしてる！この時点でズルしてる、秋元！射程伸ばしてる！この時点で！全然焦った。え、いいの？これで。もう戦っていいですよ。一回死ぬ？頑張れ。頑張れ、初心者。頑張れ。見合ってるね。お、秋元が上から？どっちが勝つか。おい、お前何回線落ちてんだよ。落ちた。おい、何やってんだよ。お前何回線落としてんだよ。ほら、びっくりしちゃってんじゃん、初心者。歩いちゃったよ。一人にすんなよ、初心者を。こいつの回線を。戻ってきたよ。おい。帰ってきたぞ。うん、分かってる分かってる。はい。こいつを、Wi-Fi オフ。はい。OK。問題ない。何してたの、ちなみに。え？何してたの？ iPad の Wi-Fi をオフにしといた。一応。回線落ちないように。いや、まだあんま関係ないと思うけどね。よくあるからね、回線。ね、確かに、秋元とやるとき、回線めっちゃ悪くなるからね。あ！武器変えてる！プライムシューターじゃなくなった！プライムシューターじゃなくなったな、秋元。そう。さすがに。ズルしましてた、さっきは。いや、意図せず。あ、いいね、いいね、食い棒が。初心者頑張れ！頑張れ、初心者。上にいるぞ、頑張れ。俺は。サブエポ、サブはあり？もう何してもいいよ。自由に。でも、初心者にサブエポン使うの。うわ！倒してる！どこ、どうやって戻んだっけ？スーパージャンプで戻って。スーパージャンプであんま使うのか、覚えてない。嘘。なるほど、初心者にサブ使うのか？いや、使ってない。使ってない、まだ使ってない。あれ、これ見える？あ、そっか。いや、今のはガチじゃん。秋元ガチじゃん。かわいい。あ、やばい。頑張れ。あーくっそー。くっそー。惜しい。強。秋元意外と強いんだな。
相手初心者だけども。うん。ランク7だぞ。ランク7。あ、かわいい。頑張れ。あ、バレてるぞ。あ、やばい。なんか前の俺みたいな、あの、なんだっけ。え、対マンした時の？まだ覚えてるのか？見えるみたいな。秋元と見えるみたいな。お前初心者でも手を抜かないスタイルか。いいね。俺だって基本的に本気でやれないみたいな。マジ？あの、女子に対しても本気でやれない。確かに昔ドッジボールとかも女子に顔面やってたもんな。また倒しやがった。確かに、手抜けないよね、秋元って。うん。基本手抜けない。常に全力だよね。これ、やばいよ。アンチめっちゃ湧くよ、秋元くん。ひどい。かわいそう。初心者かわいそうって。アンチめっちゃ若い秋元、いいのか？それ倒していいのか？いいのか？別に、俺にアンチ相手は関係ない。な、逆に言うと、戦わした俺が悪いかもしれない、これ。あー、焼いちゃったよ、また。え、なんか調子良くね？普通。調子。おい、ランクの差を考え、ランクの差を。いや、こういうもんなんだ。でも、秋元が上手いってことがちょっと分かってきたかもしれない。S でしょ、だって。うん。おぉ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。そして、頑張れ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いけいけいけ。よし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 。もうちょいだ、もうちょい。頑張れ。1キル取るんだ。そこにはいない。頑張れ。いいぞ、いいぞ。いや、あと10秒しかない。秋元、いけ。顔をさらすんだ。隠れてんだ、秋元。よし、いけ。撃ち。お、惜しい。わー、ナイスナイスやられた。はい、初心者の勝ち。いや、ちょ、干渉できるかなと思ったんだけど。干渉できなかった。干渉できなかった。でも最後あれでしょ、優しさでしょ。いや、普通に負けたけど。ザキモトさ、武器俺が指定するわ。パブロ。パブロにしよう。使ったことない。使っ、秋元手加減ができない人だから、武器で手加減してもらう。あ、パブロにしよう。俺、秋元の今日敵だから。うん。今日は敵だから。うん。今日は味方じゃない。よし、いいぞ。頑張れ、ちょうちんやんこ。あれ？え、あ、こういうやつか。ん？使いづら。あ、パブロ練習してんの？あ、でも振るのちょっと早いね。連打慣れてるの？連打よく慣れてる。あ、いいぞ、初心者。振ってたら負けたんだけど。でも帰れてない。ジグに帰れない。あ、帰った！カモンナイスしてた。きついな。きつい？あれなんだよね。俺も弱点知ってんの、自分の。自分の弱点。お、どうしよう？ 1 対1です。一勝一敗。敵が見えないと勝てない。あ、隠れてる敵には、歯が立たないってことか。そうそうそう。だから、近くなりすぎると勝てない。はい。じゃあ、炙り出さないと。そうそう。だから、社長茶って今最近使ってるんだけど。なるほど。だから最初、ズルしてプレイム手段持ったのか。まあ、ズルってわけじゃない。あれズルじゃない。ちょっと待って、どこにいるかわかんない。目の前にいるぞ。お互いが。頑張れ、初心者。あ、ナイス。勝てん。いい戦いしてるよ。頑張ってください。ちなみにパブロ、長押しするとスーってできるけど、やらないのか？あ、これ？そう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 、それで動き回れる。そう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 。動き回ってどうすんの？ごめん、俺が余計なこと言っちゃったから。ね、死んじゃったね。ちなみに、秋元これ言っとくとね、うん、この初心者の子、スプラ1はやったことあるらしい。ああ。で、まあ、エイムいいもん。エイムいいよね。スプラ2は勝手に3日らしいよ。そう。そう。まだ3日目だから、ランク7。初心者で見えない。でも、スプラ2初心者。でも、1も1ヶ月、来てる。帰り方は慣れてきたね。ボコされる。いや、初心者がこの試合をね、通して上手くなってる。どんどん上手くなってる。
だって動きがスムーズになってきたもん。さあ、パブロきついか。最後1キル取れるのか。おやっぱスプラッシュータータイマンが熱かったね。一番最初の。うん。あれ熱かったね。秋元、やっぱ強いね。シューター使わすと。パブロはやっぱダメだったけど。ね。シューターしか使ってないからね。シューターしか？シューターしか。普段もずっと？うん。ゲーム中？まあ。ローラーも使わないの？パブロも。バケツも？バケツも使わない。なんかめっちゃ真剣に言ってる。ごめんね、喋って、真剣ってるとこ喋ってて。え、いや、別にいい。ずっと、喋りながら、確かに、喋りながらやってもんな、ね、秋元。お、でも強いお前、プライムシューターの、そうだ。ちょっとズルしてる。ちょっとズルし始めた。ちょっとズル。ちょっとズルし始めた。ちょっとズルしてる。これズルでしょ、だって。射程がちだ。ね。あらごめんごめんごめん。おいあーやられた。今一勝一敗ぐらい、いい戦いしてんの。こっからちょっと見えないんだよな。おーやばい、射程が。おーおー二人いね。どっちだよ。分身に分身。おー秋元ってやばい。おいおーい、ちょ、いたから倒しちゃった。おーい、え、なんで秋元俺のこと倒すんだよ。うわ、マジやばい、死ぬ、これは死ぬ。おーい、いや、いたから邪魔すんだよ。いたから目の前にいたから倒すんだよ。お前がやったことや。くそ、卑怯だ。初心者、ウィズ・ウナギ。ちょっと、おーい、投げたぞ、今。食い棒すぎる。食い棒すぎないっす。待て。おーい、やめろ、ずるいぞ。ずるいじゃないっす。もう、ヒデオさん族しかやってないじゃん。